若瀬優也のメディア切り捨てごめん、今回は2020年大統領選挙の見通しについてお話を伺いたいと思います。若瀬先生、今日もよろしくお願いいたします。いよいよアメリカの大統領選挙の予備選が10ヶ月後に迫ってまいりましたけれども、共和党から、トランプ大統領以外に、選挙に出馬すると表明した候補っていうのは出てきてないんでしょうか。いや、ですね、はい、一応、リバタリアン党っていう政党があって、はい、そこの、前の大統領候補者の副大統領候補者だった人が出てるんですけど、はい、まあ、これはもう全然勝てる見込みはないので、うん、まあ、そういう意味でいくと今のところトランプ大統領だけ、だと思いますよ、ね、なんですけど、まあ、一応ね、オハイオ州のケイシックさん、まあ、元知事でなんですけど、はい、まあ、出るかもしれないなっていうのはまだ留保されてはいるものの、結構まあトランプさんがあれですね、パフォーマンスがうまくってちゃんと保守派の心をがっちりつかみつつも、はい、同時に主流派に対して妥協するっていうような作業をきちんとやってるので、そういう意味でいくと、まあ、トランプさん、共和党の中ではもう盤石になりつつありますよねっていう状態だと思いますね。はい、モラー報告書が今月半ばまでに公表される、うん、ということでありますけれども、はい、これについては影響はいかがでしょうか。まあ、ほとんどもう、共謀なかったということで、はい、トランプさんとしてはもう俺無罪だぜっていう感じなんですね、はい、だから、まあ、これもトランプさんにとっては追い風になってると思いますよ。だ、そういう意味で、共和党の、まあ、候補者、まあ、もともと現職大統領だから負けるってほとんどないんですけども、はい、はトランプ大統領で、決まり、ということで、はい、でまあ、これに対して、民主党側の候補者っていうのが、まあ、誰になってくるのかっていうのが、まあ、今の現状ですかね。はい、まあ、前回お話をお聞きした社会保障費ですとか、うん、あるいはインフラなどの財政支出っていうところですけれども、共和党の保守派は、まあ、財政高派で、うん、まあ、いわゆる財政赤字っていうのは嫌うっていうことですけれども、まあね、トランプ大統領はさっきお話した通り、はい、共和党の保守派に対するアピールがうまいですね、はい、例えば非常事態宣言で壁を作るぜってドーンって出して、はい、でも、まあ、現実にはね、最終的には予算案で妥協してるんですよね、はい、だその派手なことをやって妥協する。で、例えばシリアから撤退するぞって話もして、僕は本当にね、シリアから撤退するのすげえと思ったんですけど、実際には、半分ぐらいしか撤退できない食って、はい、交代要員とかもいるから、まあ、あまり本格的に撤退できるわけじゃないと思うんですね、はい、でも最初にそういうこと言ってるので、じゃあこれはリバタリアンの人たちは満足みたいなそういう、なんていうんですかね、最初にボーンって言って、はい、で、最終的に妥協するので、まあ、すごく頑張ってるように見えるわけですよね、うん、だから、まあ、トランプ大統領としては、まあ、そこは非常にうまいですよね、うん、でこの、財政保守派の人たちっていうのは、まあ、基本的には、共和党の会員の人たちなんですけど、はいはい、まあ、これ過半数切っちゃってるので、うん、まあ、頑張ったけど無理でしたって話をしていくっていうことになるんだと思いますよ、はい、だからむしろどっちかっていうと、社会保障費であるオバマケアを廃止するっていうのは、まあ、見送りにして、はい、薬価の引き下げとかインフラ投資を積極的にやりますよって話で、国内のまあ低所得者向けっていうか公共事業のばらまき、で、例えばラストベルトとかそういうところの票をがっつり取りに行くっていう、はい、もう選挙モードですよ、はいはい、FRB の新しい理事でハーマン・ケインさんを任命するとこういうことニュースになっています、うん、まあ、これはそういう方向ってことですよね、はい、あ、はいはいはい、これはあれですか、まあ、貧しいながらもこう2012年の大統領選で、うん、共和党の指名候補争いにも名乗りを上げたっていうことですけども、うん、僕ね、はい、その2012年の時の大統領選、はい、共和党の予備選の候補者にハーマン・ケインさんがなってる時に会ったことあるんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、はい、共和党保守者の CPAC っていう大会に行ったんですね、はいはい、そしたら有力選手がいなくって、はい、そこに、ね、お前珍しいなって話になってで、はい、ちょっと俺のビップルームまで来いよって言われて、ビップルームですごいですね、連れて行かれて、はい、よくわかんないけど会談したっていう、そういう、そうなんですか、そういうことがありました、まあ、あれですよ、はい、経営者の人で、はい、まあ、こわもての経営者なんだろうなって思ってるんですけど、うん、まあ、当時ねすごく人気があった人なんですね、はい、で今もだから保守的な、はい、政治的な意見の発信っていうのをしてるっていうことで、はい、まあ、なんていうんですかね、財政を
あ、財政じゃない、ごめんなさい、金融緩和派ではないんですけども、はい、まあ、ただトランプ大統領のことは非常に褒めているので、トランプ大統領が示して、トランプ大統領が利下げを求めているということは、はい、多分なった後に利下げをする方向性に変わるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、それ政治的な話だと思うんで、はい、でもまあそういう感じの人ですかね。昔会いましたこの人、はい、そうなんですね、はい。まあ、一方で民主党の方は大統領選挙の候補者17人が乱立しているということですけれども、まあ、そうですね、はい、まあ、たくさん出てるんですけど、有力な候補者っていうのは絞られてるんですね。な、まあ、まあその中でいくと、基本的にはバイデン、元副大統領が、はい、まあ、頭一つ抜けてるんですよ。まあ、昔で言ったらヒラリー的なポジション、ね、中道グループの、はい、まあ、本命だよねこの人はみたいな感じに、はい、なっているんですね。で、はい、それに対抗する、まあ、左派系の候補者っていうのがたくさんバラ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 出てるっていうようなイメージですかね。はい、だから、まあ、共和党もね、まあ、そういうのってあるんですよ。共和党も主流派の候補、トランプがいない頃ですよ、はい、主流派の候補者がドーンと出てて、はい、ね、そこに保守派の候補者がバラ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 たくさんいて、はい、ね、この何ていうんですか、この主流派の候補者に保守派の候補者が挑んで一気に支持率上がるんだけど、スキャンダルが発生して、またはい、また次の人みたいなのを繰り返すっていう、まあ、ハーマン・ケインさんとかもそれだったんですけどね、はい、さっきの。だそういう意味で主流派の候補者がいて、それにライバルがぶつかっていって、はい、はい、誰勝てますかっていうのが、まあ、予備選の構図なんですよね、今の状況としては。ね、じゃあそのバイデンさんを、はい、だから引きずり下ろそうっていう話もたくさんあって、はい、なので最近バイデンさんは MeToo スキャンダルっていうことでですね、はい、女性候補者の頭が嗅いだとか、なんかいろんな話になって、スキャンダルが発生してて、謝らされてるっていう、いうのが、まあ、バイデンさんの最近の状況なんですね。だから左派系としてはこのバイデンさんを倒して、はい、その左派の中から出そうっていうので非常に揉めてますっていう、はい、まあ、ところですかね、はい。サンダースさんなどは前回番組でお話をいただいたアクトブルーっていうので多額の献金を集めているそうですけれども、そうですね、左派系の、ね、候補者っていうのは、はい、無名な人が多いんですよ、はい。で、世論調査見れば分かるんですけど、はい、バイデンさんとサンダースさんはほとんどの人に名前が知れてるっていう状態なんですね、はいはい。だからこの2人の世論調査っていうのは高く出るんですよ、数字、はい、数字出すと、うん、だってね、知らない人に投票のしようがないでしょって話なんですね、はい。で、カマラ・ハリスっていう、なんていうんですかね、まあ、3番目の候補者がいるんですね。これカリフォルニアの上院議員なんですけど、はい、この人はね、そこそこ知名度もあるし、はい、その小口献金のネットワークも持ってるんですね。だからサンダースが圧倒的に、お金、小口献金集めるのうまいんですけども、はい、カマラ・ハリスはそれに続いて、集めてですね。だからサンダースは、もう20億円集めてるんですけど、はい、カマラ・ハリスは13億集めているっていう状態なんですね。はい、だからカマラ・ハリスの知名度ってはね、多分ね、今 70% ぐらいなんですよ。で、他の左派系の候補者っていうのは 50% かそれ切ってる状態なんですね、はい。だからそういう意味でカマラ・ハリスは3番目に入るって、単にね、これね、名前が売れてるかっていう順番なんですよ、今の順番は、はい。だからここからさらに名前がそれぞれ、売れてくると、はい、今下位にいる人たちの数字っていうのも少し上がってくるんじゃないかなっていうのがあると思います、はい。番組でもお話しいただいたのが、はい、小口献金がこう、集まれば集まるほど、まあ、候補者がより左の方に傾いていくということですね。そうですね、はい、今アクトブルーっていうその、左派系の候補者の人たちに献金を集める政治献金のプラットフォームがあるので、はい、だそこを利用するとどん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 お金が集まるんですね、うん。でも左のことを言わなきゃいけないので、はい、候補者がどんどん左に傾いてるっていうのは、まあ、あります、まあ、とはいっても大統領選で勝とうという話になると、はい、ある程度保守色がある人じゃないといけないはずなんですね。そう、なんでかっていうと、まあ、左派系の候補者っていうのは民主党が強いその東海岸と西海岸の都市部はまあ勝てるかもしれないんですけど、はい、そのじゃあ接戦になって取らなきゃいけないラストベルトとかね、フロリダとか、まあ、もしくは民主党サンベルトっていう下の方のやつを狙ってるんです、はい、州を狙ってるんですけど、そこで勝つためにはある程度保守的な要素がある候補者もなきゃいけないので、まあ、そういう意味でいくと今出てる人の中では、はい、ベト・オルークっていうその、はい、この間テキサス州の上院議員選挙に出たんだけど、まあ、ギリギリで負けちゃった人が、これは小口献金もですね、まあ、初日で集めた額はサンダースに匹敵するって言われてる、すごいですね、人なので、はい、この人は比較的党内では保守派から票を集めてるっていうような、ことができる人なんですね。だから、まあ、実際に勝ちに向かうって話になると、はい、バイデンか、ベトールークがいいんじゃないかなっていうのが、まあ、今の状況ですかね。うーん、うん、
で左派系の中だとダークホースっていうことで最近すごく支持率上がってる人がいて、はい、まあ、日本でもねあのこの人行くんじゃないかっていうふうに紹介されてるケースがあるんですけど、はい、まあね、ピート・ブティジェッチさんっていう人でインディアナ州のサウスごめんなさい、サウスベント州、サウトベント市の市長さんなんですね、はい、でこの人が、最年少の大統領候補者になるんじゃないかっていうことと、はい、ゲイなので、はい、LGBT の、大統領になるんじゃないかっていうことで、はい、今、まあ、非常に若いのでミレニアルから人気もあって、はい、でまあ、候補支援権も集められるし、はい、なんといってもオバマ大統領がですね、はい、トランプが勝った後に、はい、トランプ大統領に対抗できるのはこいつがいいんじゃないかっていうのを言ったっていう経緯もあるので、だから今ちょっと注目を浴び始めてる、まあ、そういう人がいます。ただね、この人はね左派系なんですよ、はい、経歴はねマッキンゼー出てたりとかっていうことで、はい、ピカピカのなんかビジネスマンなんですけど、はい、その左派系が候補者ってたくさんいるので、はい、その中で勝ち抜いていけるかっていうと、まあ、伸び率は今高いから、はい、まだ知名度が低いので、まあ、それ上がってきたら確かに数字としては上がっていくんでしょうけど、はい、じゃあサンダースに勝てるのかっていう、要は左派系の候補者で勝ち抜くってことはサンダースに勝たなきゃいけないんですね、はい、それができるかっていうとまだちょっと謎かなって思います。なるほど、はい、まあ、先日また新たな17人目の候補者っていうのが登場したそうですけども、はい、うん、これはね、オハイオ州の、ティム・ライアンさんという下院議員なんですけど、はい、この人はペロシ下院議長に、まあ、対抗するっていうか党内野党みたいな人なんですね、はい、でペロシ下院議長っていうのはめちゃくちゃ人気ないんですよ、腐敗の象徴みたいな感じで扱われてるんですよ、一緒の中、はい、でそれに対抗する若い議員の、グループのトップみたいなのが、はい、このティム・ライアンさんなんですね、はい、でなので議長選とかを争ったことがあってそこそこ票取って前線したって言われてるんですけど、はい、でオハイオ州っていうのはすごく大事で、うん、オハイオ州の民主党の予備選で勝った人っていうのは大統領選でも勝てる可能性が高いんですね、はい、なんでかというとそのラストベルトのオハイオ州で勝つっていうのは、はい、大統領選で勝つっていうのとほとんどかないので、はい、そういう、ところから、議員が出てきたっていうのはすごく面白いかなと思ってるんですけど、はい、ただこのティム・ライアンさんっていうのは、はい、バリバリの政治畑の人なんですよ、はい、だからそのなんていうんですかね、小口献金を左派から集められる感じの人じゃないんですね、はい、だどっちかというとバイデンさんにイメージ近いんですよ、はい、バイデンさんが例えばミートゥーのスキャンダルだけじゃなくて、はい、議員の経歴長いってこと、政治経歴長いってことはなんかいろんなスキャンダルが出てくるんですよ、バイデンさんに関していくと、はいはい、バイデンさんが失墜した場合にあれなんかちょっと中道派の誰かいないかなっていう時に、あ、じゃあティム・ライアンでよくねっていう話で、はい、バイデン2号みたいなのが、はい、このティム・ライアンさんかなって思っています。なのでバイデンさんがダメになった場合この人出てくるんじゃないかなというのが一つありますかね、はい、まあ、本当に今後のメディアの取り上げ方によって変わってくるかもしれませんね、はい、そうですね、まあ、メディアがねどういうふうに取り上げていくかって話なんですけど、はい、これね小口献金を ある程度の数、しかも20州以上っていう幅広いところから集められないと、はい、テレビ討論会出られないんですよ、民主党のですね、はい、だからその時点で結構ふるいにかけられて落ちるんですね人が、はい、で、その中でじゃあ実際、誰が伸びてくるかっていうのはこれは知名度が全部その頃にはもうみんなマックスに上がってきてるので、はい、だ今の左派系の候補者たちもまだまだ可能性はあるっていうような状態ですかね、うん、だから今誰が来るかっていうのはあんまり議論しても意味ないところであるんですけど、うん、ただその小口献金の、獲得力っていうのは、はい、まあ、その基礎力みたいなもんなんで、その戦闘能力の、はい、だそういう意味ではそれっていうのは誰が残ってくるっていうのを占うっていうものを見る上では大事なんじゃないかなと思いますよ。そしてまだね、うん、ダークホースが一人残ってるんで、はい、これはね出るか出ないか分かんないですけど、はい、オバマ大統領夫人、うん、ミシェル・オバマは出る出るって言われてて、はい、まだその出馬宣言とか全然そんな遠い状態なんですけど、はい、声が出てくると、まあ、競馬で言ったらね大外から一気に抜かすみたいな、うん、話がありうるので、はい、まだ分かんないですかね、はい、だから俺はまだ10ヶ月前の話なんですよ、はい、その予備選挙が始まるだからこの段階だと、はい、やっと出馬する頭が全部揃ってきたかなっていうようなレベルなんで、はい、ここで予測するっていうのはまあまあ難しいっすよね、はい、なるほど、大統領選挙の代議員制度に変更があったそうですけれども、はい、
あ、それはね、あれなんですよ、はい、特別代議員制度っていうのがあって、はい、まあ、要はあの党に貢献した偉い人が、はい、一定の票数を持っていて、はい、でこれがね、みんなヒラリーに入れるって話してたんで、はい、あの前回の大統領予備選の時ですね、だからサンダースとヒラリーの勝負で、はい、あ、特別代議員はほとんどヒラリーなんだから、もうこれヒラリーで決まりじゃねみたいな雰囲気ができちゃったんですよ。だからそういうね話じゃなくて、あの、はい、ちゃんとした、一般の党員投票で決めようよって話になってるので、はい、今回は中道派の人、まあ、要はそれヒラリー的な人が特別有利っていうような状況じゃないっていうところですかね、はい、で実際にあの来年の2月から予備選が始まるんですけど、はい、そうやってあの最初はアイオワ州っていうところからスタートして、はい、でニューハンプシャーとか、まあ、サウスカロライナ、ネバダっていう感じなんですけど、はい、アイオワとサウスカロライナっていうのはかなり保守的な州なんですね、はい、だからその最初の方の州である程度得票を取れない人たちっていうのは、うん、まあ、その段階で脱落するわけですよ。で、はい、その後にね、あのたくさん州をいっぺんにあのやる、タイミングっていうのがその直後に来るんで、これもね、はい、保守的な州が多いんですね、うん、だからあの左派系の候補者っていうのはよっぽどそれまでに、周りの候補者を打倒して、うん、自分が唯一の左派系候補者ですよっていうレベルまでなっとかないと、はい、票が分散して結局保守派の人たちの方が有利っていう、うん、保守派っていうか中道派の人たちの方が有利っていうような、はい、あの環境が発生する可能性があるんじゃないかなって思っています。だからあんまり極端に左派系の候補者が残りすぎてしまうと、はい、まあ、バイデンとか、ベトオルクとか、はい、ティム・ライアンとかそういう人たちの方が、はい、まあ、若干有利なのかなっていう状況ですかね。はい、まあ、これ構造上の問題として選挙、はいはい、なるほど。あのアメリカは大統領選挙が数年前から大変盛り上がっていますけれども、うん、一方で日本はどうでしょうか。まあそうですね、はい、まあ、日本の、ね、選挙もまあやるんでしょうけど、はい、7月に参議院選挙、はい、まあ、ぶっちゃけなんで党首やってるのか分かんない人たちがやってるじゃないですか。そのね、これアメリカの大統領選だったらこれ予備選挙でね、それぞれみんなストーリーあるわけですよ。私こういう理由で、はい、出てきて私の出自はこうで、ね、今へのやってきた、ね、仕事はこうで、だからこれでね、はい、こういう政治を実現したい、でトランプとの違いはこれだと、はい、で周りの民主党の候補者との違いはこれですっていうのを、まあね、誰でも説明できるんですよ、はい、あのアメリカの、大統領選予備選に出てる人っていうのは、はい、これね、じゃあ野党の党首でみんな説明できるんですかこれっていう、まあ、与党もねそうかもしれないけど、はいはいはい、っていう話で、つまり何かっていうと有権者がですよ、その候補者を見て、あ、じゃあこの政党に投票しようかなとか、はい、こっちの政党に入れようかなっていう時には基本的にストーリーがなきゃいけないですよね。そのね、組織力がこっちの方が強いからこっち入れるかみたいな話とか、はいはい、そのお灸を据えてやるぜって、まあ、お灸を据えてやるぜっていうのが一つのストーリーなんですけど、はい、その、っていうのもそうなんですけど、その基本的に PR キャンペーンっていうのがしっかりしなきゃいけないですよね、はい、とは思いますよね、はい、まあ、確かに日本は自民党の55年体制で、まあ、あまり政党ごとの理念の発信っていうのが少ないように思いますね、うん、まあ、そうですよね、はい、まあ、55年体制の時なんていうのはだってもうあれじゃないですか、あの資本主義なのか社会主義なのかってめちゃめちゃ不毛な戦いをずっとしてたわけですからね、もうあの自民党に入れるしか選択肢ないんじゃないのっていう話じゃないですか。で今最近になったらね、もうあの誰々さんの息子がとりあえず入れるかみたいなね、はい、あのもはやそれが理由ですかっていう状態だと思うんですけど、はい、まあ、結局何のために、自分が出てて、でそれを、何を変える、そして それを伝えて国民をどう巻き込むかっていうことが、まあ、できてないってことですよね。この間の自民党総裁選とかもそうですもんね。うん、だからそういうことですよ。で、はい、統一地方選挙もね、やったでしょ、はい、でこれで、じゃあそれぞれの政党が何のためにこの統一地方選挙で候補者立ってるのかってさっぱり分かんないですよね。そこら辺に何とか党の候補者がいますけど、とても、はい、みんなね理念共有してたら全く思えないんだけどっていう状況ですよ、はい、その何のためにその政党の候補者なんですかっていうことも多分みんなまともに説明できないので、まあ、っていうかみんなねとりあえずあの国政選挙だったら自民党で出ようと思ったんだけど出れなかったから野党に行ってるって話だと思うんですけど、はい、その、まあ、そういう人も結構いると思うんですけど、はいはい、まあなんていうんですかね、もっとストーリーちゃんとした方がいいと思いますよね、はい、あの日本の政党は電通さんですとか、まあ、いわゆる広告代理店の方が、うん、まあ、イメージ戦略などを一手に担っているということですけど、そうですね、はい、あのね
広告代理店さんもやってるんですけれども、はい、ちょっと前はあの政権交代があった頃なんていうのは、はい、結構 PR 会社っていうのが絡んでたんですよ、うん、で PR 会社と広告代理店ってのは全然違うんですね、はい、その広告代理店っていうのは枠を買って販売するとか、はい、あのそういう広告枠をどんどん、やってにぎやかしをボーンってやりますよっていうようなイメージなんですよ、はいはい、で PR 会社っていうのはあのちゃんとブランドイメージの、構築とか装填設計をするっていうのが、はい、まあ基本なんですね、はい、例えばオバマ政権であればあのフライシュマンヒラドっていう PR 会社があってこれは日本でもちょっと入ってたんですけど、はい、そこがまあ一手に、握っていてでオバマのストーリー設計とかも全部して出すっていうようなことをやってたんですね、うん、でこのね、会社はもう他の国のところにもボン入ってたりとかして、はい、まあ、世界中でノウハウそれやってたりするんですけども、うん、そういう PR 会社みたいなものをちゃんとまあ日本の野党、まあ、与党はねさすがにやってると思うんで、はい、あのやらないと全然選挙にならないですよね、何のために選挙やってるか分かんないから、はいはいはい、っていう状況だと思いますよ、はい、うん、なるほど、まあ、尾崎先生最後ちょっと全然話が変わるんですけれども、はいはい、コンビニでの人手不足っていうのがちょっと話題になってます、ね、経済これはね、はい、あの羽田さんに、はい、あの無理やり振ってもらいました最後に言おうかなと思ってちょっと話が飛びましたけども、はいはい、もうねコンビニでの人手不足って、はい、経産省がねコンビニに対してなんか文句言ってるじゃないですか、はい、そんなこと言ったらね経産省 の政策なんてほとんどいらないんだから経産省の人たちがねコンビニで働きゃそれで済むんですよっていう話で、そんなね民間企業のやることにねいちいち口出しするのおかしいでしょうと、いうことを、まあ、最後に言いたいです全然関係ないんだけど今日も渡瀬先生切り捨てごめんということで、はい、終わりにしたいと思います、はい、渡瀬先生、はい、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。